絶対人間の目ではできませんから、こんなこと。鳥じゃないから、そういう撮り方をしても面白いかなっていう。ローアングルなのかですね、これを外してですね、これを外す、三脚から下ろして、例えば道路とか、ああいうところに行くだけで、こういうのはですね、普段の目線じゃないですからね、あまり見ることができないで、映像としては新鮮なんです。新鮮なんです。その目線は。まあ、試して見てください。これは自分でコメントを入れてもいいですよね。観光会館でしょうか、の駐車場ののそばに、こういう、お店がありますというときは、これやっぱり動かさないとね、動かさないとか、これは販はしてません。こういうお店の設定です。で、これが看板の、クローズアップという。ということで、このうちの今日セミナーをやるところの場所が分かる。周辺には、公園になってて、この時にはパーマね、やっぱり有効的です。で、こういう、後で触れますけども、今向こうから歩いて来られる方たちに一言声をかけることもコツです。撮ってましたけどもよかったでしょうか。はい、いいですよ、結構です。とこう言ったら OK なんです。必ず、声をかけて、一言声をかけるのがコツです。で